しまーす。すいません、餅の中にあんこが入ってる。これ作ったのすごい。これパリうまいと。ありがとうございます。ありがとうございます。シュークリームとあのもう中が入ってるんですけど、はい、シュークリームは7本ですので、今日に上がってください。はい、わかりました。ありがとうございます。こういう、はい、スナップスナップスナップこういうね。あーやばいわ。上ですか。あーもちもちやな。一回止めてやってください。スナップが大事です。しっかりスナップが大事です、うん、恥ずかしい。お願いします。ありがとうございます。お願いします。すいません、ありがとうございます。あ、はい、すいません、ありがとうございます。はい、すいません。いただきます。めちゃめちゃ美味しいです。食レポ失敗ですか、これ。めっちゃ美味しい。なんか肉柔らかいし最高です。食べてみて。ソースかけて。上手に。もっと濃厚になって美味しいと思います。ぜひ皆さんも来て食べに来てください。じゃあ僕いただきます。感想は。いや、美味しいです。衣サクサクで、肉の味がすごくして、めちゃめちゃ美味しいです。お肉がジューシーです。ぜひここに来て、皆さん一度は必ず食べに来てください。こんにちは。あ、すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。たばりでお菓子屋さん巡りでは、コインでお菓子と交換してもらえるだけでなく、街歩きのスポットとして案内されている施設で、このご祝儀袋を提示すると参拝記念カードをいただけます。はい、すいません、ありがとうございます。すいません。ああ、はい、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。コインもなくなったし、記念カードももらったところで、まだ食べていないお菓子を帰って食べましょう。おお。そしたら、交換してきたお菓子を食べたいと思います。いただきます。いただきます。これはモナカですね。じゃあ半分に割って、え、こんな感じで、と餅と粒あん、あんこ入ってます。餅と、まあ食べていきたいと思います。甘くて美味しいです。本当にこのいろいろね巡った後に甘いものは最適だと思います。はい、たくさん食べてください。僕パイまんじゅういただきます。ありがとうございます。
次は名張の名物。はい、5000円ありがとうございました。自分ランポーレ三重に入って5シーズンだったんですけど、すごく大変な時期もあったんですけど、やっぱり応援してくださる皆様のおかげで5シーズン戦い抜くことができました。もともといた奈良とか香川のチームのファンの方も応援していただいて、 ADS の配信見たよって言っていただいたんで、すごく嬉しい気持ちで5シーズン間やり抜くことができました。自分ちょっと次は違うチーム行くんですけど、ちょっとこれからもバスケットを続けていきたいと思ってるんで、5000円のほどよろしくお願いします。まあ僕もね、5シーズン一緒に石川選手と共に歩んできて、まあ僕もチームを抜けるんですけど、まあたくさんの方に支えられて楽しい日々を過ごせたと思います。ね、初めて名張に来ていろんな方に声をかけられたりとかもありましたけど、本当にいろんな方が優しくしてくれたおかげで今の自分があると思ってます。僕も三重から離れるんですけど、バスケットは続けますので、またどこかでお会いできたらなと思います。本当にありがとうございました。次回もお楽しみに。あっちどっちそっち ADS